おい、俺を忘れるな。お前は。ということで、じゃじゃん、ゴリラポッドフォーカスでございます。史上最強最大のゴリラポッドでございます。金属製、硬い。なんと耐荷重が 5kg なんですよ。 5kg。 ゴリラポッドオリジナル耐荷重が 325g、 ミラーレス用のゴリラポッドハイブリッドが耐荷重 1kg、 一眼レフズームレンズ用のゴリラポッド SLR ズームが耐荷重 3kg。 バッグに入りきらなくて無理やりこうねじ曲げてたらボキッっていっちゃって取れちゃうんですよね。今ここ割れたの、割れてゆるゆるになってるんで、じゃあ新しいの買おうかと。同じの買うのもなんですから、もっとすごいの買おうということで、ゴリラポッドフォーカス、こちら運台がついておりませんで、好きなのをつけるか別途買わなきゃいけない。買いましたよ、じゃじゃん。こちらが専用の運台、耐荷重 5kg。 なぜか2つ買ってしまいました。他の三脚にもつけようかなと。他の三脚でも使えるんですよこれ。うわ、でっけー。これが X になってるから名前がボールヘッド X。 では装着してみます。うはー、しっかりした運台だわこれ。全然違いますね、こっちの方がたくましいな。うちの一番の長玉に乗せましたけども、このネジをくるくるっと回せばね、自由に動きますからね。キュッとすれば止まります。ほら、この運台どうってことないんですよ。ほら、びくともしないでしょこうやっても。すげえ。 5kg に耐える最強のゴリラポッド、ゴリラポッドフォーカスでございました。ちなみに好きなモビルスーツはジムキャノンです。